私もたくさん言いたいことは申し上げたいことがあるんですが、私のやりたいことを絞り込んでいきますと、まずはやっぱり安全安心な地域社会を取り戻していくというコロナ対策だというふうに思っています。もちろん感染者の方々が本当に地元の皆さんのご協力があって減ってきている、ゼロっていう数字は本当に嬉しかったんですけど、ですけれどもリバウンドあるんじゃないかとか、3回目のワクチン接種があるんじゃないか、まあ、いろんな課題がこれからあります。そしてもし本当にしっかりと収束に向けたら道のりというか道筋がちゃんと立っているのであれば、経済もちゃんと動かしていかなくてはいけません。事業者の皆さんもお苦しみです。生活困窮者の皆さん増えている中で支える仕組みも必要です。子どもたちがストレスを感じながら学校に行っている、そういう状況もあります。教育の現場、先生方も大変ですが、先生方と子どもたち一体となって頑張っている様子を拝見していくと、未来を担っていく人たちをしっかり支えなきゃ、今こそそういう政策をしなきゃと感じるところであります。そして復興政策です。アルプス処理水の問題もあります。風評被害対策どうするかという問題もあります。復興はまだまだ道半ばです。今日も旧弊害区域を含めた南相馬の皆様、党からお越しいただいてますし、津波被害で本当に苦しんだ相馬の皆様もおいででございます。昨日はちょっと相馬の方に入っていました。まだ被害に遭った農地の回復ができてないというそういうお話までありました。課題いっぱいあるなと思っています。しっかりとこれも進めていきたいと思いますし、福島の復興のためにやっぱりエネルギーの政策、火力原発に依存しないエネルギーの新たな構築、そういうものというのは、私たちは福島の人間ですから、やっぱり原発ゼロと言いたい。福島では原発ゼロです、当然だと思っています。それを明確に言える仲間と共に歩んでいることにありがたいと感じるとともに、誇りに思っている、これも皆様に申し上げたいというふうに思います。そしてまた子育て支援、私の仲間で女性議員が頑張っている様子も見ていますけれども、やっぱりしっかりと0歳の赤ちゃんから大人になるまで、まあ、18歳までしっかりと支えていく、そういう仕組みっていうのが必要だなと。農林水産院ずっとやってきました。そして第一次産業、先ほど申し上げましたように、なんとか支えていかなくてはいけないと思っています。そして復興、これは復興特別委員会の中で筆頭理事を私もさせていただいています。10年経った今年の通常国会、あんまり開かれなかったです。質疑の機会たった1回、残念でなりません。そんなことじゃいけないと思っています。政治変えなきゃいけないなと思います。その政治を変えてくださいとおっしゃっていただいている多くの仲間の中に、働くことを軸とする安心社会を作れと言ってくださった働く仲間の皆さんが中心にいる。経済活動を進める上でも、社会保障を語る上でも、子育て信用も提案していただく、そしてそれを受け取る、そういう議論をする上でも、そこにいたのは、いつもいたのは連合福島働く仲間の皆さんでした。その皆さんも中心として、いろんな方々からの声を聞きたい。今対面でなかなかお会いする機会がないかもしれないんですけど、今日お出になった皆様方からきっと情報を得ることもできて、今まで活動させていただきましたが、それをまた今回の戦いの中でも広げていきたいというふうに思っています。
ぜひ力を貸してください。反対に私の考え方、多くの方に伝えていただければありがたいというふうに思っているところでもございます。時間が限られてますので、本当はたくさんたくさん言いたいことはありますが、ここまでにしておきますが、私は最後に申し上げたい、やりたいこと、本当の我が国の民主主義を取り戻したいと思います。政治が私たちの手にない状況であります。政治が私物化されて、そして税金も無駄遣いされています。そのことの批判というのは国民の大勢の皆さんから出ています。でも変わらなかった。今度の選挙戦でぜひそれを皆さんと共に、地元の皆さんと共に変えたいと思っています。力を貸してください。政治をぜひ私たちの手に取り戻そうではありませんか。羽生君にはそのために働いていきます。戦っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。